よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに皆さん今日来られている方で映像仕事でやられている方ってどれくらいいらっしゃいますか？専門じゃないですか？専門、軽くやってても大丈夫です。はい、あ、勉強中、ありがとうございます。学生の方とかは？なるほどなるほど、分かりました。映像作ったりはしてるけどみたいな。なるほどなるほど、ありがとうございます。了解しました。ありがとうございます。今日はですね、僕はブックっていう、映像クリエイター向けのプラットフォームをやっています。ブックってなんか見たことあるって方ってどれくらいいらっしゃいますか？あ、半分ぐらいです。半分いないですね。3分の1ぐらいです。ありがとうございます。じゃあちょっとその辺の話も含めつつも、動画制作のこれからについてみたいな話もちょっとしていきたいなというふうに思ってます。で、私たちなんですけども、ブックといって、映像クリエイター向けの情報共有のプラットフォームをやっています。サイトを見ていただけるとわかるんですけども、2つ事業をやってまして、1つが、映像クリエイター向けの情報共有サービスをやってます。皆さん、映像作られているところで、編集だったりとかカメラとか、そういうのが、やっぱり情報ってウェブで結構落ちてないってことが多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういったものをどんどん集約して、ナレッジをどんどん共有していくようなサービスをやっています。結構エンジニアとかのサービスで多いんですけども、映像って全くなかったので、始めたようなサービスです。映像の新しい教科書みたいなものを目指してます。で、もう一つはですね、ポートフォリオの共有サービスをやっていまして、クリエイターが、自分のポートフォリオを、共有できるようなサービスをやっていまして、これは審査制のポートフォリオの共有サービスになっています。で、今、2016年に実は始めたサービスなんですけども、月間ユニークユーザー数が、もうすぐ、今 9.5 万人ぐらいでして、もうすぐ10万人を超えるようなタイミングにあります。結構いろんな方に見られているようなサービスになってまして、一番最初は結構ウェブ動画とかを作られている方が多かったんですけど、最近だと結構 CM とかポスプロとかの方も見られていたりとかするようなサービスになってきています。で、申し遅れましたけど、岡本俊太郎と言います。簡単に自己紹介すると、もともと、映像のきっかけ、映像しようと思ったきっかけがですね、この、これ音で流れないんであれなんですけども、iPod Touch の CM を見たのがきっかけでして、一番最初の、ファーストジェネレーションの時の iPod Touch の CM で、で、2007年だったんですけども、この時学生だったんですけども、これを作った人が、イギリスの19歳の学生だったんですね、まさに学生。で、YouTube にアップしてたら、すごい人気が出て、Apple のマーケティング担当者がこれいいじゃんみたいな感じになって CM になったって話を聞いて、やっぱりその頃2007年とかデジタル化が結構映像の中でどんどん進んできたタイミングでして、その中で今後確実に映像の制作フローが変わるっていうところ、かつそのウェブが動画化どんどんしていくだろうってところを思って、映像をやりたいと思いました。で、私はですね、その元々学生時代はですね、映像コンテストを自分で立ち上げて運営してました。こういう CM 甲子園っていう企業の CM を作るコンテストとか、あとは観光庁とか経産省とかと一緒に日本の魅力を30秒の CM で伝えるようなマイジャパンっていう映像コンテストとかをやってたりとかしました。家物の CM 作ってる人とか、トヨタの、ボスの宇宙人ジョーンズの CM やってる人とか、いろんな、人が審査員に入って、毎年200組ぐらいが出る映像コンテストになりまして、やっぱりその頃のタイミングのクリエイターで、もうもろデジタルで作るようなクリエイターで、5D が出て、一眼で作ってみたいなタイミングだったので、で、今も実は続いているんですけども、そういった形の、私はこのことをやっていました。で、2012年に、自分で会社を立ち上げて、映像制作の会社を、始めました。結構そのウェブの広報とか、そういったところの向けの、映像をどんどん作ってました。1本あたり100万円から500万円ないぐらいのやつをどんどんやっていくような仕事をやってたりとかしました。で、ちょうど2012年ってやっぱりそのウェブ動画が始まったぐらいの、タイミングで、市場としてはですね、これ2017年は結構昔のやつなんですけども、一番最初に始めた時市場が50億円だったんですけども、今は2018年で1000億円ぐらいになってる市場でして、結構この8年間ぐらいでかなり右肩上がりになったっていうのがこの動画市場です。で、私はですね、もともと、2015年ぐらいにアメリカで、
とにかくハリウッドで制作したくて、1ヶ月ぐらい、クライアントの仕事をハリウッドで制作した体験をしまして、で、その時に思ったのが、やっぱり、まあ、アメリカ、ハリウッドは、その、企業家でいうシリコンバレーみたいな形で、まあ、お金も集まってくるし、人材も超いっぱいいるし、制作のやり方も全然こう、レベルが高いし、まあ、自分と同じ世代ぐらいの人が余裕でこう1000万から5000万ぐらいの制作をみんなバン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 回してたりとかしてる形の、市場で。で、やっぱりその、日本とアメリカの差ってかなりあるなっていうふうに思いました。で、一方でやっぱりそのアジアの人からすごい言われた、韓国の人とか中国の人から言われたのは、実は日本って広告市場すごいたくさんあるし、映像の市場ってあるから、実は働く環境ってあるから、アジアの中ではすごく恵まれてる方だよって話を言われたことがありまして、でかつまあ、さっきも岩井さん言われてましたけども、キャノンとか、パナソニックとか、まあそういうその、機材メーカーはほとんどやっぱりこっちでも、その日本のメーカーが半分ぐらい使われてるんですね。で、やっぱり自分たちは結構恵まれてる環境にいるんだけれども、なかなかこう制作の環境とかがまだまだ前に進んでないなってとこはあったので、で、特にやっぱりその、情報の部分で僕は結構困ってる部分があったので、その辺をウェブで解決しようと思って、2016年にブックっていうサービスを立ち上げました。で、私たちのコンセプトとしては、映像新時代、新しい時代の映像の新しい時代を作っていこうみたいな、ことをやっています。21世紀の映像制作の新しい環境を作っていこうみたいな形です。はい。で、ちょっと動画の、市場的な話を、今からします。皆さんもまあご存知だと思うんですけど、2015年から結構動画元年っていうふうに言われ始めて、今もニョキ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 、どんどん動画市場は伸びています。で、これ、去年出た、サイバーエージェントから出たデータなんですけれども、2022年がこう、2918億円っていう市場になって、結構ニョキニョキ伸びているんですけども、今年のデータ、またアップデートされたんです。同じ年のデータなんですけども、3600億円になってます。で、要は、1年で、統計が700億円も情報修正されたっていう市場でして、非常にこう動画市場は大きくなってます。まあ、皆さんも結構見たりとかすると思うんですけど、クラシルっていう動画のこう、クックパッドみたいなサービスだったりとかは、やっぱり100億円ぐらい調達してたりとか、他のデリッシュキッチンっていうサービスもやっぱり100億ぐらい調達してたりとか、まあサイバーエージェントも毎年200億円ぐらい、お金を突っ込んでたりとか、まあ、マーク・ザッカーバーグ、Facebook のマーク・ザッカーバーグとか、もうとにかく動画ファーストって戦略で、テキストベースの、投稿よりも動画のこう、投稿の方を優先させて出そうみたいな戦略になっていて、やっぱりプラットフォーム自体がどんどん動画になってきているっていうのが今市場です。まあ、5G とか、データの制限とかどんどんなくなってきていて、動画はどんどん増えてきています。で、今までですね、テレビ CM の市場としてはちょっと小さくて申し訳ない。2000億円ぐらいあって、テレビ制作は3000億円、映画制作市場は2000億円ってあるんですけど、そこに、ウェブ動画市場が4000億円ぐらい入ってきたので、結構かなり大きくなってきている。まあ VR 先ほどなんか付けられてた方もいらっしゃいましたけど、今後 VR とかもどんどん出てきたりとかするので、まあ動画、デジタルでのクリエイティブ自体はどんどん増えていくでしょうっていうような、統計になってきています。で、さらに、まあ、ああいうやっぱり撮ってみたいなサービスとかもそうですけども、やっぱり機材自体がどんどん上がってきているので、一眼レフ、シネマカメラ、ハードディスク、データ系とか、ドローン系とか、どん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 こう、クオリティが良くなってきているので、今までこう、映画レベルで作ってたものが、100万円とか200万円くらい作れたりとか、そういうように、機材もどんどんアップデートされているので、いろいろ動画を作れるような環境になっています。で、映像制作ってもともとやっぱり100年前から存在する産業なんですけども、今ちょうどやっぱりすごい転換期で、なので、そこで、まあ自分が何をするかとか、まあ私たちもそうなんですけども、どういうふうにこの市場を変えていくかみたいなのはすごく大切だったりとかします。で、私の動画制作の市場の結構見方なんですけども、こういうグラフを作りました。これは、動画制作の、縦軸が、予算ですね。で、横軸が2010年、2018年、2023年っていうふうに、日付、スケジュールになってます。で、一番上が、ラージサイズの映像制作。
で、これは数億から3000万円みたいな形の、まあ CM とかテレビとか大体これぐらいの予算で1本作りますよね。で、その下にミドル2000万円から100万円。で、スモール100万円から30万円。スーパースモール30万円から1万円っていうふうにやってます。一番下のスーパースモールを説明すると AI。AI が最近すごく動画自動生成系のベンチャーがめちゃくちゃ出てきているので、この辺が今どんどん伸びてきているので結構伸びるでしょうと。で、一方でやっぱりラージサイズの政策に関してはちょっとずつ別になくなりはしないですけど下がっていくような形になってきます。で、ここのスモールに関しては結構クラウドソーシングとかの会社とかはどんどん進めてきたところなんですけれども、まあ少しずつ増えてきてはいますし、ここも結構どんどん大きくなります。で、結構注目すべきところはここの市場なんじゃないかなというふうに思ってて、ミドルのところ、まあ要は2000万円、1000万円から100万円、ちょっとざっくりとはしてるんですけど、ここがやっぱり今一番こう求められてきてるところなんですね。要は広告代理店が持ってきてる、ウェブ動画の施策とかって結構この辺だったりとかしまして、この辺がその、要は予算がこれぐらいだけども量がたくさん作らないといけないっていう現状になってきています。で、皆さん結構この辺のやられてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱりその上と、ここの上と下は結構ゲームが違います。僕は結構思うのは、全くゲームは違うので、例えると、上はサッカーで下はフットサルみたいな形かな。で、まあ、スモールのサイズはリフティング。で、AI は、サッカーゲームみたいな、もう、全く別のゲームかなとは思ってるんですけども、要は、ラージサイズのところは、どれだけ分業でクオリティ高くできるかっていうところ。なので、なんですけども、ここのミドルのところ、に関しては、やっぱりそのハイクオリティな映像、やっぱりこれぐらいの予算かけてるので、ある程度のクオリティ求められるんですけども、それを、3人から10人ぐらいでユニットワークでいかにクオリティ高く作れるかみたいなところが、ポイントかなっていうふうに思ってます。ってことは、やっぱり分業じゃなくて兼業でいかに高くクオリティを作れるかみたいなところかなっていうふうに思ってます。で、今、やっぱりすごいこの市場で問題だなと思うのは、ここの政策フローが確立できてないってところなんですね。で、やっぱり人材もまだ少なく、できてませんし、このゲームっていうか、政策のやり方のルールもこう、決まってないです。で、かつ、やっぱり、作ってる側としては、撮影から編集、カラコレ、音、納品まで結構幅広い知識が必要なので、その辺が僕は問題かなっていうふうに思っていて、やっぱり今人材とか情報がすごく足りてないなっていうふうに思っているのと、この辺の知らないといけないことは大きすぎるなというふうに思っています。なので、やっぱり環境としては、こういうノウハウ情報ほとんどない。あとはやっぱりチームとか結構いっぱい作っていきたいんだけども、なかなか横のつながりがないみたいなところが大きいかなというふうに思っています。なので私たちはこういう課題を解決できるようなサービスになっていきたいなというふうに思っていて、新しいプラットフォームになっていきたいなというふうに思っています。で、具体的にはですね、やっぱりその横のナレッジがどんどん必要になってくるので、なんでまあ、撮影からの、編集納品とか、あと新しいこう編集ソフトへの対応だったりとか、その辺とかをちゃんと知れるような情報共有サービスみたいなのをやってます。で、目指しているのは、映像制作の図書館、もしくはまあ学校みたいなところを目指してるんですけども、やっぱりその、今までこう独学で皆さんやられてた、映像制作っていうところをちゃんと変えていきたいというふうには思っているのと、まあ、あとは 4K に対応 したりとかっていう時代とかも結構もうすぐ目の前にあるので、そこにどんどん新しいものに対応できるような、情報共有のプラットフォームにしていきたいなというふうに思ってます。で、まあ、サービスとしてはまあこういったふうにいろんなナレッジを共有してまして、撮影からまあ編集のアフターエフェクツの情報とか、そういったまあ今までこう本に出てたようなナレッジを、クリエイターがちゃんとこう共有するような仕様にしています。あと結構横でつながるみたいなのも結構意識してまして、こういうポートフォリオの共有サービスみたいなこともやっています。まあ、今までこうディレクターズブックみたいなものだったものをウェブでどんどん見れるようにしていきたいなというふうに思ってまして、まあ、いろんな方が今見ていただいてたりとか、そこから仕事発注したりとかしているような形になっています。あと、最近ですと結構いろんなメーカーさんが、機材をこう出したりとか、まあ、それこそブラックマジックさんがアカウントを開けてガンガン記事を書いたりとか、そういうような
動きが出ているので、やっぱりメーカー側からもどんどん情報発信みたいなのが出ているようなプラットフォームになっていたりとかします。あと結構私たちの中で結構大切にしているのがイベントとかを結構大切にしてます。こういうビデオグラファーズナイトとかネクストフィルムメーカーサミットっていうイベントをやってたりとかして、こっちの下の方はですね、クリエイターの専門の合宿みたいなのを毎年やってたりとかします。でそこでつながったクリエイター同士が結構いろんな仕事をやったりとか、制作を組んだりとか、そういった形のことをやってたりとかします。いろんなとこでイベントをやってたりとかします。あと最近です と、少し有料の、情報共有みたいなこともやってて、これで、お手元にあるチラシはそうなんですけども、動画で、映像制作のやり方とか音のやり方とかそういうのをどんどん見れるようなサービスも、展開しているような形になっております。はい、といった形で、私たちとしては、こういうふうに、まあ、情報をどんどんまとめていこうっていうのが結構動きとしてやっていきたいなというふうに思うのと、まあ、ここをあと2年とか3年ぐらいでまた高映像制作協会どんどん変わっていくとは思うので、まあ、そういったふうにその環境を作りつつも、自分たちで、映像制作の環境を作っていこうみたいな動きをしているような形になっております。はい、ちょっとざっくりと、サービスの説明を終えたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、ちょっと僕の方からちょっと簡単に、僕的なことで言うと、なんかやはりこう、僕も先ほどの、グラフで言うとラージ、ミドル、スモールみたいな、こちらですね、あったと思うんですけど、僕一応多分全部スーパースモール以外は経験してまして、はい、他の割とラージの仕事が多いと思うんですけども、ただそういう状態なんですけども、本当に VR とか、まあ、MR、AR とか、うんうん、あとは普通にスマホで使用される動画の構図も16対9から縦になったりとか、うんうん、そういうような中で割と今までの文脈だと、僕だと、撮影のアシスタントを多分8年ぐらいやって、うん、で独立してカメラマンになってこう4年みたいな、うんうん、そういうような感じだったりもするんですけども、この産業の構造がめちゃくちゃ変わったり、使用環境が目まぐるしく変わる中で、果たしてもその同じ文脈でやっていくことが割ともう時代に追いついていかないんじゃないかなっていうのが、やっぱ感じることになりまして、うんうん、そこら辺が割とその、まあ、ラジオの部分で広告業界してる人とかって日々が忙しすぎて、うんうん、作品のクオリティを上げようっていう思いにこう、そういうシーンで多分皆さんあのクリエイティブ作業してると思うんですけど、うんうんうん、そうなってくるとこう冷静にこれを見た時に、あ、どうなんだろうなっていうのがすごい思ってたんで、うんうんうん、でそういった中でこうブックさんの、利用者、先ほど取ってさんにもお聞きしたんですけども、うんうん、典型的な、ユーザー層、ペルソナみたいなのは、うんうん、大体、まあ、多分動画を提供する側と使用する側っていう風になると思うんですけども、うんうん、それがどういうイメージでいらっしゃいますか？もう、動画提供する側オンリーですね。動画を、はい、まあ、制作する人、まあ、基本的には動画制作する人っていう風に絞ってはいます。で、ペルソナ的には、まあ、最初は結構そのビデオグラファーとか、まあ、まあ、この辺ですね、でもやっぱり。この辺の仕事をしてる、こっちのラージの方は多分あんま必要性は最初なかったと思うので、この辺を置いていたんですけども、結構最近ラージの人とかも見てたりとかしますね。ラージの人がなんかこう、例えば利用できる、ところで言うと、なんかこれからの今後の予定でもいいんですけども、はい、なんか、具体的にはですね、結構ポスプロ向けの情報だったりとか、その辺をちゃんと展開していこうかなって思ってたりとか、あと結構そのまあ、業界に向けて少しその情報の出し方を変えようかなとは実は思ってます。テレビもそうですし、 CM っていうのも結構違うので、そうですね、まあ、使ってる機材も全然違いますし、制作プロも全然違うので、なので割とうちは、まあ、結構この辺をターゲットに置きつつも、今後は少し広げていきたいなとかは思ってますね。なんか先ほど、ちょっとスライド動かします。我々ラージ収容でいうと、ミドルもそうだと思いま
ですけど、割とこの、シネマトグラファーズファイル、データファイルみたいなのは、うん、割と使うことが多くて、うんうん、まあ、これがオンラインになるっていうことなんですけど、これはなんか窓口的には、どうやったらこれを、なんて言うんでしょう、申し込みできるというか、うん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 、それこそオンライン上でそういう、まあ、ポートフォリオが見れるような。はい、なってまして、で、まあ、登録審査制になっていますので、ポートフォリオを1回送っていただいて、こちらで審査をして、で、入れるようになっています。これは、まあ、クリエイターの、ポートフォリオというデータベースなんですけども、ちょっと聞いたところによると、はい、例えば、我々でやる新機材が出た時のテスト撮影というのが出てきてて、それのフッテージのデータベースを、みたいな話をちょっと聞いたんですけど、そうですね。まあ、このポートフォリオ自体は、実はそのカメラごとに結構ポートフォリオを相当できるようになってまして、例えば、今、そこにある、多分アルファとかですよね、今。アルファと FS? これ。かな。なんか多分アルファ、FS5 と α7S2、はい、で、まあ、FS5 は FS5 で、みんな、ポートフォリオを登録するときに FS5 を、タグ付けしてくれてたりとかするので、自分の、機材、要はあの FS5 でどういう映像が作れるのかとか、その辺とかを検索できるようにしているので、なんでそういうものも、やってます。あとはまあ、今お話もあった通り、これから、まあ、映像のテストファイルとか、その辺とか、カメラごとのテストファイルとかは、まとめたいなというふうには思っていまして、今は実はないんですけども、それぞれ作っていきたいなとかは思っています。ありがとうございます。あと、ちょっとさっきのトッテさんで言った話なんですけども、はいはい、これは儲かるぜみたいな声もあったんですけども、はいはい、例えば、まあ、これはちょっと一概に言えなかったりとかいろいろあると思うんですけども、そういう文脈で言うと、クリエイターはこのルックに参加して、こう、儲かるぜっていうような構想っていうのは何か、うんうんうん、そうですね。それで言うと、その直接的な儲かるぜみたいのは、実はあんまりないですね。はい、で、そうですね。やっぱりその、私たちとして情報を提供してたりとかしてる部分はあるので、まあ、機材メーカーとかそういったところからお金は取ろうかなとかは思ってたりとかしてたりとかするので、なので、まあ、あとは、オンラインの動画教室みたいなこともやってたりとかするので、まあ、そういうふうにちょっと、ま、教えたいとか、クリエイター向けの教育をやりたいって人向けには、まあ、一緒にビジネスをやらせていただくってことはあり得るかなとは思います。それもなんか問い合わせ、ポートフォリオを送るってことですかね。いや、教える方ですね、どっちかというと。ね、そこの窓口としては、そういう、教えたいんだけど、フェイスブックで講座作りたいんだけどっていうクリエイターの人が、そうですね、普通にお問い合わせ。はい、はい。はい、普通にお問い合わせです。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ちょっとざっくりとまとめさせていただいたんですけども、他に何か、気になる点、あと映像業界はこう、発展していくんじゃないか、こういう展開になるんじゃないか、みたいな、そういう話でも大丈夫なんですけど、何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。ちょっとマイクをお願いします。あ、すいません。申し訳ないです。はい。あ、堀と申します。どちらかというとメディア側で仕事している人間なんですけど、まあ、新聞業界とか、まあ、これから動画クリエイターがいっぱい欲しくてしょうがないみたいなメディアがあると思うんです。そういうメディア側との付き合いって、ね、今どうなってるんでしょうか。やっぱりお問い合わせすごいいただいてまして、で、まあ、クリエイターを紹介したりとか、あと、まあ、共同で、私たちも、下が実はオフィスなんですけど、コワーキングスペースみたいなのもやってたりとかするので、その辺を結構広げたりとかしつつ、マッチングの機会を結構増やしたいなとは思ってます。で、あとはやっぱりメディア側としては、やっぱりどんどん人材取っていかないといけない世の中になってくるので、まあ、その辺の採用だったりとか、一緒にこう、教育をしていったりとか、その辺とかも実は少しずつ今始めてはいます。いわゆる静止画しか撮ったことがない記者の、まあ、動画の教育とか、まあ、動画撮影の教育なんかをメディア側に提供したりっていうようなことはなんか始めてらっしゃるって感じなんですか。メディアの、ごめんなさい、もう一度。まあ、特に紙メディアだと基本的に動画は、はいはい、写真部なんかは撮ってないので、はいはいはい、
とはいえ動画を撮らなきゃいけないなって話は出てきていて、まあそういう教育とかも、はい、そうですね、そこもやっていく予定ですね。やっぱりその私たちちょっと舵を切ろうとしているのは、まあ、制作の教育とかはやっぱりどんどん舵は切っていく予定なので、やっぱりそのカメラマンで、フォトグラファーだった方向けの動画をやっていこうっていうところであったりとか、まあ新しくどんどんやっていこうっていうところもそうですし、あとやっぱりこの業界は VR が出てきたりとか、多分次 AR が出てきたりとかっていうところもあるので、どんどん教えていかないといけないので、なので、そういったところは、まあ法人向けにも個人向けにも展開していきたいなとは思ってます。ちょっとずつ、まあ体系は立った、体系立ちはしているって感じですか？はい、してます。まあ私、まさしく私たちが今頑張って体系にしているってところがありますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ジャーナリストですが、他に何かありますでしょうか。実際、このブックを、まあ、見ているよというか利用しているよというような方ってその中にいらっしゃったりしますか普段。あ、数名いらっしゃいます。ありがとうございます。何か、ここがいいとか、ここをもうちょっと怖がったらもっといいのになみたいな、そういったことってもしあったらご意見お聞きしてもよろしいでしょうか。ちょっとマイク欲しい。逆にどの辺の情報を見られてたりとかしますか。どうかな。あ、こっちからどうしようか。始めました。はい、と申します。はい、ありがとうございます。普段は映像の編集の、この前一番トレーニングだったのミュージックビデオを、はい、作成したいなと自分の時に、うん、この機材と、うん、この機材とこの機材、うん、結構格安で作れますよっていう記事がありました。はいはいはい、それを見てすごい参考になりました。ありがとうございます。普段はミュージックビデオとかそういうのを作られてるんですか。個人的にプライベートで無料で作らせていただきました。なるほど、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。マスクお願いします。僕は基本的にツイッター上でリッツさんのフォローさせていただいて、それでよく見ているのはエフェクトですね。アンパルっていうのエフェクトのソロとか文章とかを参考にさせていただいています。それは結構、まあ、まだ学生なんですけど、はい、有料プランはい、まあ少しお高いので、すいません、ね、なんでちょっとまあ役割あればなみたいな、そうですね、役割があればプランを試したいな。わかりました。そこは学生からめちゃくちゃ言われているのでやっぱりその学校で学べる人と学べない人がいて、なのでうまくその辺を提供したいなとは思っているので進めているので少々お待ちください。はい、ありがとうございます。今割とじゃあそういう編集のテキストみたいなのが割と役に立っているみたいなそういうような感じもありましたが、うん、なんか多分今日この会場に撮影っていう教習で来られている方もいるんですけど、うん、何かありますか。例えば僕がちょっと思うのは今日来ている中にもいるんですけども、海外でやられている人もいるんですね、うん、たまたま帰国している人もいるんですけども、うん、例えばそういう海外でこういう 撮影環境だよみたいな、うん、ちょっとブログ的な、うん、海外事業を紹介するような、うんまあ、ハウトゥー動画というよりはそういうような動画、うんうんうん、そういうものって今後それ取り上げられていくみたいな可能性っていうのはどうでしょうかね。そういう、そのブログっていうのはその撮影現場こんな感じだったよみたいなそんな感じですかね。例えばフランスの撮影状況、ドイツの撮影の環境はこういう感じっていうのを、まあ、実際何かを映せたらいいんでしょうけど、割と多分トークメインになっちゃうかもしれないんですけども、そうですね、その辺とか、まあ、制作に役に立つことであれば、基本的には載せたいっていうところはありますね。はい、はい、質問、はい、あ、質問、はい、
高田と申します。ポートフォリオについてちょっと質問なんですけども、はい、なんか YouTube みたいな感じで、はい、自分のチャンネルを作って、はい、なんかその中で動画を上げたりするとかっていうのは可能なんですか？うんうん、ですね、基本的にですね、うちのページ自体がですね、YouTube と Vimeo、Facebook とかのをまとめられるっていう風なページになってるんですね。要はその、今まで自分が作ってきた動画とかが結構バラバラになっているのをちゃんとこうまとめるサービスではあるので、なのでなんかがっちり YouTube みたいなサービスではないんですけれども、自分のポートフォリオをどんどんまとめるみたいな形で、要はその今までやっぱりそのクライアントワークとかで、クライアントが YouTube 上げたりとか、微妙に上げたりとか、まあもしくは Facebook とかそういったところに上げたりとか、まあ本当にバラバラになっていたものを、ポートフォリオ化して自分がどの作品に関わっているのかっていうのが見れるようになっている感じなんですね。それでなんかそのまとめたものっていうものを誰かが閲覧とかをして、はい、なんかフィードバックとかコメントとかっていうのを送ったりするっていうのは可能なんですか？コメントはですね、基本的にポートフォリオなのであんまり、コメントはできないようにしてます。で、まあ、連絡したりとか、そういったことはできるようにはしてるようにしてますね。要は、やっぱりクライアントに送ったりとか、そういうようなサービス、クリエイター側としては、自分のポートフォリオをどんどんこう、クライアントに送ったりとか、そういうような形になっているので、なんでコメントとかはあんまりしないようには、っていうような仕様にはなってます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。残り、もう10分くらいなんですけど、あと、インターも何かありますでしょうか？あ、はい。すいません、はい、中身、あまり見ていないので、まあそういうものはあるよっていう話なのかもしれないですけど、はい、まあ映像の撮り方、編集の仕方、まあ、割と、そう、クリエイティブ側のことは今日いろいろとお話しいただいたんですけれども、はい、まあこれ多分日本のクリエイター系の学校とか、はい、そういう現場でも多分、日本は全然できていないっていうところがあると思うんですけれども、うん、基本的には例えばその業界への入り方だったりとか、うんうんうん、自分の売り込みの仕方、うん、あるいは作った動画の売り方みたいな、その、要するに自分の技能をマネタイズする技術みたいなものっていうのは、やはり日本のクリエイターの業界としては非常に薄いなというふうには考えています。自分も制作側としてそういう人を使うときに、その映像制作の人たちが自分たちはこういうことができるよっていう売り込みとかっていうのをされた記憶もやっぱりあまりはないじゃないので、なんかその、海外の芸術大学とかだと確実に自分たちの商品をどうやって売るかっていうことを教育のプログラムとして入ってるじゃないですか。なんかそういうものをそのブックの中でやられているのか、あるいは、やってみようかなって思ってる部分があるのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。そうですね。まさに、まあ、結構技術的なことが今、まずは多いんですけども、その辺の、まあ、売り込み方、まさしくプレゼンテーションとかは結構海外では教育ちゃんとされているので、その辺とかは、今はないんですけども入れたいなとかは思っております。なんかそうすることでなんかこう、クリエイター側とクライアント側のミスマッチが減るんじゃないかなっていうのは。そうですね。やっぱりそのプレゼンテーションのプランニングの部分もそうですし、うん、あと、まあ、制作進行的な、要はリスク管理のところとか、うん、まあ、今までプロデューサーとかアシスタントディレクターがやってたようなことを結構やんないといけないような時代になってきてるんですよね。100万円とか。多分クリエイターとしては多分ほとんど知らないと思うんですけど、特にまだ業界に入ってない人は、路上で撮影しようと思えば警察署に路上使用許可証を出さなきゃいけないし、店舗撮影しようと思えばそこのテナントと、あと、商業ビルに申請出したりとかって結構めんどくさいじゃないですか。そうですね。そういうなんかこう映像を作る技術だけじゃなくてビジネス的な観点のものとかっていうものもどんどん入っていくんであれば、非常に安いかなと。そうですね。ありがとうございます。最近出したやつで言うと、ドローンの、リスク管理とか、うん、ドローン撮影時のリスク管理とか、その辺とか出してたりとかしまして、まあ、撮影許可のやり方とか、結構いろいろあったりとか、落ちた時どうするのかっていうところもそうですし、値段の、こう、付け方、その、値段の発注の仕方っていうところが、結構わかんないと思うので、なので、その辺とかのお金回りの話とかも入れたりとかはし始めてるところですね。本当、その、現場をやったことある人であれば当たり前の、例えばロケバスの会社のリストだったりとか、使い方とか、そんなノウハウとかっていうのも、本来多分学生さんだったら多分知らないですよね。
でもあそこのロケバスいいよとか、うんうん、この担当者すごく優しかったよみたいな、そういうノウハウって実際現場にいる人はあるじゃないですか。ありますね。なんかそういう部分、技術だけじゃない部分も入ってくると、例えばその僕なんか直接映像制作には立ち入る部分ではなくて、うんうん、どっちかというとプロデューサーだったりとかクライアント側でいるので、うんうん、なんかクライアント側も使えるような映像ノウハウになってくると、うんうん、先ほどのメディアの話もありましたけど、うんうん、いいのかなっていう気がすごくします。そうですね、まさしくやっぱりプロデューサーの教育とかも結構必要だったりとかする部分はあったりとかするなとか思っているので、やっぱり映像ってやることがすごい多いので、なので、その辺とかも、今結構求められてきてはいるので、うん、あともう一つその、はい、売り込みとかその例えばその業界に入る入り方、就職の仕方とかっていう話さっきちょろっとしたんですけど、大体その映像制作でこういうふうに業界に入ってこういう実績を上げてきましたようなインタビューっていうのは大体スターカメラマンだったりスターディレクターじゃないですか。でもスターって多分業界のどれぐらいだろう、 4% ぐらい、 1% ぐらいじゃないですか。 1% もないぐらい、 1% もないぐらいですよね。だからほとんどの映像制作をやっている人間っていうのは多分そういうメディアに乗ってきてこういうふうに業界に入ったよなんていうカバーストーリーが知られることはないと思うんですよ。でも実際多分学生さんだったらそういうとこ聞いてみたくないですか。うんうんうん、そうですね、うん、その辺とかは確かに必要ですし、うん、まあ、あと結構問題なのが多分学生、今の学生が40、50代ぐらいの話を聞いても実は結構業界が変わっちゃうのでキャリアが結構変わってくるとこは僕結構問題だと思っていて、なんで、そういうふうにこういうふうなキャリアがあるよってところもそうですし、こういう新しいキャリアがあるよっていうのをちゃんと出さないといけないなっていうのはすごい思っています。ただ採用する側はやっぱり40代50代なんですよね。そうですね、いや、うん、まあそれもありますし結構新しいキャリアもあったりとかするので、それは 逆もしかりです。採用する側がじゃあその新しい人材がどういう目的を持ってそういうところに入ってくるかっていうのを逆に知りたいっていう、知りたいです、うんうん、そうですね。なので、まあ結構やっぱり人材不足の業界でもすごいあるので、なので、就職する側にとってはすごいチャンスな業界だとは思うので、なので、そういうのもやりたいなとは思いますね。はい、ありがとうございます。はい。すいません。じゃあちょっとお時間になりましたので、ここら辺で終わりたいと思います。岡本さんに拍手お願いいたします。ありがとうございました。岡本さんありがとうございます。